毎度おっちゃんやで。ほんならね、前回の続きで、前までウィルのことばっかり言ってて、で今回なんやけど、今回はちょっと同じウィルも少しだけ入るけど、こういうね、単純な未来っていうのから入って、次に5の意味一応確認して、3のするつもり be going to で、4番の過去の was と were を使った going to、そしてまあ5番目に最後次回予告 will you 何々の疑問文に注意っていうやつがあって、ちょっと全然ちゃう意味になったりとかね、ちょっと失礼になるかもしれん、そんな意味を持ってしまう可能性が出たりもするんで、ちょっとその辺はね確認しときましょうか。おっちゃん、ほんならね、1個目のやつ、主語の意思は特に関係のない単純な未来ってやつね。めっちゃわかりやすいのはこの It will rain tomorrow とか It is going to rain tomorrow とかね、そうやつね。これってまあ主語がね、もうこれまあ It 天気を表すやつやしね、意思もクソもあらへんわね、こういうのはという感じだ。ちょっと It is going to の方だけ意味が多少変わるから、まあ、それは後の Be going to の説明でまた明らかになります。で下にあるこれね、I'll be at school tomorrow っていうのと、I will be at school tomorrow っていうのと、これも別にわざわざ意思を込めて言うっていう場合じゃなくて、単に、まあ明日学校におるよ、みたいな感じ。そんな時にも使えますね。なんで、もしもね、むっちゃ強く、I will be at school tomorrow って、もしそんな風に言えば、それはもう意味はね、明日学校におるからね、明日はね、みたいな感じにもなるかもしれん。けども別に普通に考えたら明日学校来る日やんとか、そんな時やと特にこれも意思とか関係なくそうなるんやし、単純に明日学校来てるよぐらいの感じの意味になります。だから単純な、未来っていうのもこうやってあります。おっちゃん、ほんなら次3番のね、Go の意味って言ってたやつ。Go, be going to で何々するつもりだっていう意味になるんやけれども、こうやってね、なんでそのつもりって意味出るねみたいなことなんやけど、その Go はみんなまあ行くとかいうのはよく、知ってると思うけど、こうやって向かうとももちろん言えるし、出発するとかっていう言い方もできたり、始まるとかだったり、何々の状態になるとか動くとか、これ、ね、いろんな訳があるんやね。でこう訳っていうのは、英単語を日本語に訳すときに、ただそのどんな風に訳せばスムーズに、理解できる日本語になるのか、自然な日本語になるのか、次第でこうやって訳し方が変わるだけで、やっぱ Go というのは一単語なんやね。 Go には Go の意味しかないんだけど、日本語にするときにこうやって意味が変わったり、するように見えるんだよと、そういうことなんです。なんで一個一個の意味を見ていくのは当然大事なんだけど、こうやってイメージを持つというのも大事です。単に A 地点から B 地点に何か移動すると、そんな風に横向きの移動みたいに考えてもいいけど、 A を中心として何かいろんなところに行く、そんなイメージを持つのも実は大事なんです。Go の、感覚というとね、中心点から離れるというような感覚があります。なので単に右から左とか左から右にこう行くとかいう感じで見るよりも、中心からどんな方向であれなんか離れていくんだ、それが Go なんだっていうようなイメージを持ってもらいたいと思います。でこれがね、未来だとか普通に進行形だとか、そういうところで使われるときに文脈に合うように単に行っているところだって訳せばいい場合もあるし、なんか動いているって訳せばいいような場合もあるし、そんな風にそのシチュエーションに合う日本語を置いてあげると、そういうことがまあ単純に大事なだけですね。なんで Be going to で、未来を表すっていうのも、単に自分の今の状況が、例えばスケジュールであったりとか予算であったりとか、いろんな要素があるかもしれないけども、そういうものを含めて、何々するという方向に今の自分の状況が向いているんだと、そんな風に考えればいいんだと思います。アメちゃん、は？アメちゃん？いやアメちゃん持ってへんで。
今あの、こんなんやったらあるけど、これ、どう？こんなん。それはいらん。はぁ？いらんやと？腹立つやつやな、ほんまに。ほんならね、一番メインのこの3番ね、何々するつもりだっていう be going to なんだけど、これまた見てもらいましょう。前に見てもらったやつね。go で単純に行く、移動という意味、地理的なね、移動と考えた場合に、I am going だったら私は行っているところです。で、そこに前置詞の to でどこどこにを表して、目的地の the park が後ろにあると。それで私はどこどこに向かって行っているところです。だから公園に行っている最中ですっていうような言い方ができます。で、これを地理的ではなくてちょっと時間的にこうやって見ると、I am going 私は向かっているところですよ。いろんな状況を含めてどっかに向かっているところです。それがどこかというと、実際の場所ではなくて未来にある何か行動なんですね。でそれで see her tomorrow で明日彼女に会うという方向に自分は今現状向かっている最中なんですと。つまりそれは日本語にす、あの綺麗な日本語にすると明日彼女に会うということに向かっている最中ですよっていう意味になります。で、ここでwillと全然違う点ですね。be going to なので今まさにそこに向かっている最中であるというのがこの時点のことですね。で、I'm going で、行っているところです。だけど、今行っているところっていうことは、行き始めたのがこの、一応書いといたここの過去なんですよね。なんで、これが昨日だったかもしれないし、2、3時間前だったかもしれないし、それはその状況次第です。だけだけれども、大事なのは、前にすでに行き始めたわけですよ、ここでね。で、時間が経って現在行っている最中で、この be going っていうのは実際会うまで続くということですよね。ということで will はこの時点でそうじゃないかなって思ったとか、そうしようと決めたとか、そんな感じでここが出発点になるんですね。 will の場合はここが出発点だけど、 be going to の場合はもう今現在すでに行ってる最中なんだから、行き始めたのは過去ですよ。だから出発点は過去なんだよっていうふうに、こんなふうに意味が大きく違うことになります。これが will と be going to の主な、違いですね。なんで、自分がもうすでに行っているというのと、何々しようと今考えるというこの違いに着目してもらえれば、will と be going to の違いというのは明確にわかるんじゃないかと思います。で、一応ね、これね、将来的に動名詞を勉強するときに、役に立つ知識なんだけど、動名詞がね、過去を表す場合っていうのがあるんですね。動名詞って何かわかんない人ごめんね、その時来たらわかるから。例えば、行くっていう動作の、go。これただ行くっていう動作を表しますね。で、これを ing 形にして going にすると、行くことという意味にできます。だけどこれまた特殊な用法でね、この行くこととならずに、行ったことっていうふうに過去を表すことがあるんですよ。この ing 形っていうのがね、不思議なもんで。で、別にそうやって覚えてしまったらもういいんだけど、こうまたおっちゃん高校生の時すごいこれね、なんでこれ going 過去やねんと、やってる最中っていうのをまず基本に学んでるから、過去が頭の中で結びつかなかったんですよね。だけど、この図を見てもらうとね、すでに行き始めてるのが過去で、だからこそ現在行っている最中。ということは、進行形っていうのは過去とものすごく密接に結びついてるんだよね。わかるかな？ここでスタートして、時間が経つにつれて進んでいきます、進んでいきます。そうすると、今、最中ですよっていう、どっか一点を捉えて最中だっていうことが常に可能なんですね。だけど、進めば進むほど、ing が進んでいく速度と同じだけ、同じスピードで、過去がこうやって表されていくと。ね、今まで進んできた分、こんだけも過去なんですよね、これね。っていう風に ING 系がなんで過去を表すんだろうって高校生の時ちょっと悩んだ時に自分でこんな理屈を考えてみました。
進行すればするほど、すでに進行した部分はもう過去となっているというわけですね。ちょっとこれ、だからなんやねんっていうことも言えるんやけど、どうしてもおっちゃん理屈欲しかったね、その時。で、ing がなんで過去を表すのか、自分なりに考えた理屈はこれです。チョコちゃん。チョコちゃん？何言うとね。アメちゃんは言うけど、チョコちゃんは言わへんわ。ね、ほんなん持ってへんし。はい、そしたらね、4番目いきますね。be going to は be going to でも、現在の方のこの am is are を使った、未来を表す表現の be going to もあれば、過去を使ったものっていうのもあるんですね。で、現在の方はもうすでにやった通りです。今現在において何々するつもりであるっていうのがここで表されています。で、何をするつもりなのか、私は今言っているところです。どこに向かっているんですかっていうのがこの未来のある行動であると。なので今現在その予定であります。するつもりだっていう意味になる。で、ここで当然 B 動詞なんだから、ここに過去形が入るわけですよね。ほんで過去形が入ると、ここには was the were が入りうると。そうなった場合どんな意味になるのか。was going to だったら、上がね、するつもりだに対して、下、過去だったら、するつもりだったになるんですよね。でも、するつもりやったんやけどって言ったら、つまりしなかったことになるよね、これね。これが重要なんです。結局、しなかった時に使うんですよ。するつもりだったってわざわざ言うことは、しなかったってことでしょ。もしも本当に何か最終的にやったんだったら、つもりだったなんて言わないですよね。やりましたって言いますよね。で、ここ注意が、この be going とはやっぱりその時点において何々してる最中で、その時点から見た未来なんですよ。これが重要なんですね。だから時制が was とか were だとしても、ここで決められたある過去の時点、ここから見た未来になります。現在の場合ね、今まで見てきた be going to、 am is are が入るやつ、こいつらの場合は現在から見た未来なんですよ。で、現在においてやってる最中だってことですよね。こっちは過去において、そっちに向かっている最中だった。で、話をそこで終えてしまったら、つまりは、そっちに向かってたんだけど、だけで話が終わるわけですよ。なので、やらなかった、過去から見た未来のここの出来事には結局は到達しなかったということになります。で、これ実際の、例でそれを見てみると、これですね。こうかな。Where I am going to see her。彼女に会うつもりだ。でもまだ会っていない。で、これね、つまり実際に会うかはまだ不明なんですよね、これね。会うつもりって言ってるだけで、本当にその出来事起こるかどうかわかりません。これが be going to ですよね。まだやってないし。下の場合、これ過去にした場合は、I was going to see her。 彼女に会うつもりだった。過去のことを振り返ってそっちに向かっていたんだ、だけで話が終わるということは、完全に向かい切ってその行動まで行かなかったということですよね。向かってたんだ、だけで話が終わってるわけですよ。で、結局やらんかったよねってことになるわけですね。なので I was going to see her っていうと、結局その人会わなかったやなということが伝わってきます。すでに過ぎた過去だからね、実際にもしもあったんだったら、これね、I was going to see her って言わずに、彼女に会いましたの I saw her ってなります。同じ be going to でも、現在から見た未来を表す be going to もあれば、過去から見た未来を表す be going to があります。これね、過去の時点から見た未来。だけど、その未来も現在。現在がここだとすれば、それよりも過去なんですよね、これね。こっち過去ですわ。現在を基準にすれば。で、過去でやるはずだった動作、もしあれば終わってるはずなんだけど、やらなかったから、ここだけをするつもりだった。している、する方向に向いていたということだけを伝えて、達成しなかったことを表します。
これ本でさっき言ったように、もし最後まで本当に I was going to see her で本当にあったんだったらね、最終的にその場合は現在から見た過去にあったことになるので、さっきの話のように結果的に I saw her とならないとおかしいんですね、もしあったんだったら。という感じで、Will と Be going to の違いから Be going to の B に過去形の was were を入れた場合どうなるかという話でした。これでね、もう Will と Be going to この対比において未来の予定がどうなんだろうっていう話については以上です。で次はね、 Will を使ったちょっと疑問文でね、問題になる点について一瞬チラッと見せて、次回の動画に回したいと思います。じゃあね、今回の動画はこれで最後です。で次回の予告なんですが、じゃん、 Will you 何々で何々してくださいってこうお願いするときに言う表現なんだけど、じゃあ単純に未来のことをこう聞くときどうする？ Will you leave tomorrow? 明日出発するつもりですか？という意味になるのかな、出発してくださいになるのかな、わかんないですよね。うん。このね、Will you でお願いするとき使うからね、塩取ってとかよくね、例文で上がるけど、Will you pass me the salt? とかね、そんな風に言ったりする。じゃあこの違いをはっきりさせる方法とその理屈、これが分かったらもう間違いません。ということで、次回の動画はちょっと新しい、一応 Will つながりですけど、この違いについてまた勉強したいと思います。ということで、今回の動画は以上です。See ya!